元町商店街の中にある老尚記お店の壁にかけてある数枚の絵この作者が今 SNS で話題になっています独特な雰囲気の絵の数々作者である橋本薫さんとは しおボールペンを使って絵を描くボールペン画家で関西を中心に個展やワークショップを開いています。 そうですね、0.25mm と 0.5mm のペンで描いてるんですけどちょっとレトロなタッチを残しつつ風刺画的な要素ちょっと関西人ならではのニヤッと笑ってもらえる絵っていうのが結構皆さんにこやかに見てくださるのでそういうのを遊び心を忘れずに描くっていうのが結構私の絵に大事なところかなと思ってます。 繊細な線と装飾的な模様が画面いっぱいに広がる独自の世界。これらはすべて頭の中にある妄想が題材です。もともと小さな頃から絵を描くことが好きだった橋本さんですが、数年間絵を描くのをやめていた時期がありました。 高校が明石高校の美術科を受験して受かったのはいいもののもううまい子の寄せすぎりの学校でデッサンを毎日かか、まあ、書くんですけど毎日点数点数ですごく好きなことが嫌になっちゃってで18から全く違う仕事を10年弱していました。 何か書くきっかけっていうの書くきっかけは今から3年前になるんですけどお世話になったマスターの周年祝いにお花とかお菓子もいいんだけどもあ、似顔絵をプレゼントしようと思ったのがきっかけでプレゼントしたら思いのほか喜んでくださって気まぐれで描いた似顔絵がきっかけで描く喜びを思い出した橋本さんそれと同時に絵を SNS に上げたところたちまち反響を呼び いつしかカオルが吐くと呼ばれるように今では次々と新しい作品を生み出しマレーシアやシンガポールなどボールペン1本で世界を渡り歩いていますこれからはですね、自分なりの道を切り開けていけたらなと思っています <laughs> 神戸では9月12日から三地下ホールにて展示販売会が開かれます